はい、では こんにちは。こんにちは。今日は剪定ですね。剪定とあとちょっと早いんですけど、歯切りとか歯刈りとかあるんで、はい、ちょっと息は早いんですけど、こんな風にやるんだよっていうところだけの紹介を。はい。はい。でまずね、これが三挿しですね。三挿し、うん、まあ、特徴的なね、あの葉っぱの形ですけど、もうこれはとりあえずもうこういうところの根毛を見せたいという、うんうん、それが全然もうこんな元気になっちゃって、すごい出てくるんですね、うん、元気ね、割とこれいいんで、はい、うん、ね、でつけといても全然意味がないんで、うんうん、切ってちゃうと、もうこれ単純にもう切ってっちゃいますね。もう幹を見せると。そうですね、この根毛を見せるためにつけといてもしょうがないんで、うん、もう全部切っちゃうと。ほっとくとこれが枝になってことですもんね。そうですね、でも枝でも枝になっても形がね、やっぱりこういう根の面白い湾曲した、はい、根ですからね。根なんですね。根ですからね。これもね、まだ作り中なんで正面どっちにするかってあるんですけど、はいはい、であとはまあ花がねちょうど咲いてるんで、うん、あの観賞するか、あの枝作りをするかということで、まあ私はちょっと枝作りを優先したいんで、うんうん、長く伸びたやつは切っていっちゃうと。どこまで根なんですか？ここまで。ここまで、あ、そうそう、ここまで、ここまでですね。ここまで根なんですね。ここまで、そうですね。ここが幹ですね、ようやくね。へー。下の方はね、弱るんで、少し長めに切っておきますけど。こんだけ強いってことは、挿し木もつきやすいとか。かもしれないですね。持ってきますか？持ってきますか？とりあえず、ざっくりですけど、まあ、どっち正面にするかですけどね。まあ、そっち正面だったらね、これが、ここが頭になって。そうですね。倒れちゃうんだね、これ、うん、あ、大丈夫かな。可愛いですね。ね、すると芸が出てきて、うん、こっちの方がまたこっちはこっちで、あ、ちょっと起こしてもいいかもしれないですね、うんうん、少しね、もしくはちょっとこれ上げるか、ね、これ辺ちょっと引っ張っても面白いかもしれないですね。ということで完了。完了。はい、これは完了です。手書きの剪定、まあ基本的な話からするとですね、この葉っぱの上で切ると、うん、ここから芽が出てくるよということになります。これも基本ですね、はい、ここで切るとこの葉っぱの付け根から出るんで、うん、こっち行くと、そうすると今この枝を どっちに向かせたいか、まあこれなら割とまっすぐですけど、はい、うーん、例えばこっちのこの葉っぱですと今こっち左に行っちゃってますよね、うん、そうすると右に葉っぱを出させたいんでここで切る。あ、右の葉が、はい、最後残ってるところで残ってるところから、ここからそうするとこっちに出てくるよと。なるほど、ね、いうことで、あの剪定をやっていきます。これなんかですね、これも今左行っちゃってますよね、はいはい、ちょっと右に出したいんで、この線ここで切ると、でそれも少し軸残してですねっていうのが一つで、もう一つ考えなきゃいけないのが、あのよく 2,3 番残してやりなさいって言うんですけど、うんうん、例えばこのどれがいいかな、一葉しか残さないでその上で切ると、そのさっき言った懐から芽が出ますよね、はい、だけどそれ小枝一本しか出ない、一本しか出ないってことは一葉しか残さないと、あの枝が伸びていくだけなんです、小枝ができていかない、はい、でこれを例えば2つで切れると、ここに1個2個ありますんで、こいつで切ってやるとこの懐から芽が出て、これが芯の芽になるわけですね、はい、すると今度もう一つここの懐から今度小枝が1本できるとほうほういうことなんで、例えばこれが3つ残すっていうことで、これが例えば、1,2,3 ですよね、うん、1,2,3 って3つ残してここで切る、そうするとここから出た芽が小枝を作っていく枝になってきます、はい、で勢いのあるところで切られてるんで、ここの芽の懐とここの芽の懐、うん、これ2つできる可能性がある、はいはい、ええ、ここで勢いあるところを切られたんで芯になる芽が出て、ここの芽の懐から小枝が1本、うん、このまたちっちゃいところから小枝が1本、うん、そうすると2つ小枝ができると、うんうん、いうふうにして小枝を作っていくんですね。なるほど、はい、ケヤキのあの細かい先端の小枝たちの作り方、そうですね、はい、ただ今これが今右左になっちゃってますから、はい、これいくともっとも開いちゃうわけですね、はい、ですからやっぱり2つに切っとこう、残して2つ残そうと、だからこれもここですよね、ここに 1,2 とあって内側に芽を出させたいんでここで切ってあげると、うん、そういうことで2葉か2芽かと
いいですね、ちっちゃいのがね3つありますよね。で2つなの3つなのってどこでもいいんです。 こっち側の芽を出させたいんで、ここで切ると同じ話ですよね。そうするとここから芯が出てって、こっちとこっちからちっちゃい枝ができるというようなことでまああとは大体そういうのを考えながら、これもそうですよね。これが外側広がっちゃってるんで内側に出させたいんで、この辺で切っとくかと。だからまあ輪郭を考えながらどっちに枝を出させたいか、で必ず2葉か3つ4つでもいいんですけどね、あの輪郭の中に入れば、はい、なるほど、はい、というのがまあ欅のこの剪定の仕方ですね。はい、そういうことをまあ考えて一本一本やっていくと、まあいい枝ができるよ。まあ芯にね、こうあと上の方ができるだけこう広がる性質があるんで、欅って内側の方の芽を少し大事にしてやると。なるほど、はい、ですね。で少しあの詰めちゃっても大丈夫ですね、上の方はね。はい、じゃあまた伸びてくるから。あ、そうですね、で上の方は元気がいいんで、はいはい、ということで、枝の剪定ですね。こういうのはね、また逆にちょっと太いんで取っちゃったりしますね、はい、でここに二股ありますもんね。なんでこういうのは取っちゃうということで、はい、でこれももう伸びちゃったんでちょっと太ったの分かりますかね、ここね、ここ太っちゃったですね、ここがね、はい、でこれは内側一葉二葉とこっち内側にあるんで、ここで切っちゃって内側へ伸ばせようと、はい、こういうのだから少し深く切り詰めて、まあ、場合によっては将来こう太いんでもうこう切っちゃって、こっちで作っていくかもしれないですよね、はい、これもだからこっち側へ出させたいんでここで残すと、はい、これの繰り返しですね。あと剥がりですよね。で剥がりは今こういう、まあ、若い葉っぱですよね、黄緑色の、はい、これが7月8月になってくると濃い緑色になってカサカサしてくるんですね。カサカサしてきて、でこう触ってカサカサカサってもう湿気のなくなる、人間と一緒ですよね。あの年取っていてあんまりそういうこと言うとこないか肌がカサカサしてくるような色もどす黒くなってきてって、そうなってきた時にこう剥がりをして、剥がりもですね、少しここに残してこういうふうに、こんなふうにあのここにね、あの 芽が持ちやすいんで傷めちゃうといけないんで、こういうふうにやってあげた方がいいです。あとこれは何のために、そうするとまたほら ここから小枝ができるわけですよ。ここからまた、これ今葉っぱしかないんですね、葉っぱしかないんだけども、これを切ることによってここから小枝ができる、小枝を作るための剥がりですね。なるほど、でこういうダーッとむしちゃう人もいます、はい、あの数が多い場合はそれでもいいんですけど、丁寧な方はこういう感じで少し残して、やるというですね。で今言ったように7月から8月ぐらい、我々ずっとやるようにしてたんですけど、最近連休あたりですね、5月の、初旬ですよね、もうあと2週間ぐらいで、やっちゃう人もいます。なるほど、はい、でこれもまたいろんなやり方があって、例えば先端の葉っぱはあえて切らずに残しておいて、こういうやつを切ってあげると、そうすると何が起きるかっていうと、こいつは葉っぱがあるから養分吸うわけですね、一生懸命、だから元気をつけさせた上でこういうところに出させると、で、まあ、やがて切っちゃうんですけど、その養分を引っ張るために、あるいはその光合成をして、栄養素をね、あの運んでいくためにあえて葉っぱを残してやるっていう人もいますね。いろんなやり方あるんで、ここはもうあの皆さん自分でいろいろと実験されて、やるといいと思いますね、はい、でこれが剥がりですよね、はい、あとね歯切りっていうのもあって、こう途中でこう切る、こういうやり方をする場合もあります、はい、で歯切りはですね、ケヤキの場合は今みたいにこういうふうに歯切りをこういうふうにやるんですけど、モミジはですね、これも本来今の時期やんないんですけど、こう2本やってて、さっき言ったみたいに片方こういうところから懐の芽を出させるために両方切っちゃってもいいんですけど、両方出て出ない可能性もあるんで、片方だけこういうふうに切っちゃって、はい、
でこういうとこから芽を吹かせるとか、要は元気があったとこがなくなるんで、あこれ大変だっつって出すわけですよ芽を。でこれなんかもまた軸が伸びちゃってますから、こういうとこから芽が出てきてくれれば幸いという感じで片方切るっていう剥がりをするケースで、昔はっていうのはあるんですけど、あの両方切って、夏場はやっぱりもみじもやったんですけど、もみじあんまり成績良くないんで最近はやんなくなってますね。でこういうふうにやったりとか、あとね、歯切り、もみじの歯切りはこういう歯切りをする場合があります、はいはい、うん、要は押さえてあげるってことですよね、押さえてあげてこういうとこから芽吹きを期待するという形で、こういう歯切りですよね、こういうのをあのもみじでやったりします。知らない人はね、変わった葉っぱしてるねとか言われて、ありますけど、こういうのをやったりしますね、はい、そうするとこういうところに 日が入ってくるわけですね、うん、日も入るし風も入るし、そうするとこういうところがやっぱり促されて芽が吹きやすいと、はい、いうようなことで剪定と剥がり剥切りですかね、はい、いろいろちょっと今時期早いですけどね、うん、あの夏場の暑い時ですよね。でまた、夏場でちょっと焼けちゃったり、よくねもみじなんかあるんでね、そういう時はもう思い切ってこう切っちゃって剥切りして、で今言ったあのこういうところに日差しをいっぱい入れてあげて、風も入れてあげて、あの芽吹きを促すと、はい、いう作業をします。夏場も芽吹いてくるんですか？ありますね、結構雑木が丈夫なんでね。だから前お話ししたように楓は、はい、あの枝を作るために剥がりをするんですけど、うん、多い場合は3回ぐらいやったりすると。欅だって2回ぐらいやったりできますからね、1年の間の中で、なるほど、というふうにして小枝をたくさん作っていくと、うん、はい、いうちょっと真面目な今日は非常に勉強になりました、はい、はい、ということで、はい、以上で、以上で、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。